ラリーで注意してたことはですね、テイクバックの時に僕の場合はこのラケットが上からこう回ってしまいやすい癖がついているので、できるだけこう入れるように腕の内転、外転内転が使いたかったので、こうするとちょっとそれが崩れてしまいがちになって押してしまったりっていうミスが出てしまうので、なるべくこう落とせるようにして、内転外転内転を使ってラケットヘッドをここで走らせる。それをやるためにはどうしても体の横向きが必要になりますので、こうならないで体がしっかりとこう横向きに入れるように意識してフォアハンドを打ってます。バックハンドは最初の構えが低くなりがちですので、そうではなくてなるべく高めに構えて、バックハンドはまだまだなんですけど、高めに構えて落下する力と外へラケットヘッドが抜ける力でバーンとこうヘッドを走らせて打ちたいんですけど、僕の癖としては低めに構えてしまって、どうしてもここで体を固めて打とうとしてしまう癖があるので、それをなるべく固めないで柔らかく振れるように意識してやっています。最初はですね、どうしてもミスが怖くて、どこか体の一部分を固めて、固めることで安心感を得てこう返したくなっちゃいやすいんですけども、そうすると相手のいいボールとかに対応が効かなくなってしまいますので、初中級のうちからなるべくなら体の各関節はゆるゆるにしたまんま、体の動きでボールを飛ばすっていう練習をされるといいと思います。面をこう作って面でぶつけて返した方が安全には返るんですけども、結局安全に返す安全に返すだけができるようになって、自分から打っていったり決め切ったりできなくなってしまいますので、それだったら最初からしっかりとラケットヘッドが走る打ち方を身につけていった方が効率的だと思います。